おはようございます。6月30日木曜日、朝4時23分です。今朝の空は雲がありませんね。非常にいい天気です。星もちらほら映ってますね。気温はちょうどいいぐらいの気温です。暑くもなく寒くもなく。これはホットにするかアイスにするか非常に悩ましいぐらいの気温です。今日はアイスにしようかな。で、今日撮影に使っているこのカメラですが、ソニーの α7S3 と、レンズが SELP1635G になります。まあ、F4 透視のレンズにはなるんですけど、α7S3 と組み合わせると、高感度を活かして、こういった暗い場所でも、なかなかノイズが少ない絵が撮れるかと思います。で、今の設定がシャッタースピードが30分の1、そして F4 のISO が今、これは3200になっています。どんな感じで映っているでしょうか。まあ、このあたりのね、こう、右側のこのあたりの、ちょっと暗い部分とかね、ノイズ感どうでしょうか。まあ、今これだけもう外が明るくなりつつあるので、空の部分はもうノイズないと思うんですけど、ああいったまあ暗い場所での映り方がね、非常に気になります。それではモーニングコーヒーいただきます。結局今朝はアイスコーヒーです。そしてカップはサーモスの真空断熱マグのブラックです。ではいただきます。ああ、うまい。アイスで正解でした。はい、今年になってからこのサーモスの真空断熱マグ結構気に入って使ってるんですけど、このカップめちゃくちゃ使い勝手いいです。今までは熱い飲み物を入れて、まあ、熱い飲み物がなかなかこう冬場冷めないっていうことで、まあ、ずっと紹介してきたんですけど、ここ最近になってこういったアイスコーヒーだとか冷たい飲み物、お酒なんかもねこれ飲んだりしてるんですけど、冷たい飲み物をなかなかこう温まらないようにするって意味でも真空断熱マグめちゃくちゃいいんですけど、何より氷を入れた時に入れた氷が溶けないんですね。本当に溶けなくてちょっと驚きです。そして冷たい飲み物この時期に使うと入れるともう必ずこう結露するんですが、結露全くしません。ほんとね、こんなに軽くて薄いのにこんなに断熱性があって使いやすいカップだということで改めて驚きました。めちゃくちゃおすすめです。まあ、これ PR になるかどうかちょっとわかんないんですけど、Amazon で結構安く購入できるので、まあ、非常にねおすすめなので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。うん、うまい。で、今日撮影に使っているカメラですが、ソニーの α7S3 になるんですけど、久しぶりに設定を変更しています。今日は PP11 S シネトーンを使って撮影しているので、若干いつもと色味が違うのをお気づきでしょうか。まあ、ちょっとまだ今周りが暗いので、ちょっとそこまでわからないかと思うんですけど、今日は S シネトーンで撮影しています。購入当初は結構 S シネトーンよく使ってたんですけど、それ以降はあんまり PP11 に設定するということ自体がなくて、ほとんどノーマルで撮影する機会が多かったんですけど、まあ、久しぶりに使ってみたいなということで PP11 S シネトーンに設定しています。まあ、明るい場所でまた日中撮影して、どれぐらいこう色味の違いがあるかっていうのもね、自分自身確認したいということで、今日もどうぞお付き合いよろしくお願いします。14時を回りました。いやー、今日もめちゃくちゃ暑いです。もう日差しが肌に当たると本当痛い。さっき車の外気温計見ると38度になってました。まあ、実際はそこまでは温度上がってないかと思うんですけど、ただ関東方面は今日も40度近くまでどうも気温上がってるところありそうですね。いやー、本当外出たくないぐらいです。エンジン切った途端に汗が噴き出してきました。今撮影に使っているカメラですが、α7S3 とレンズが SELP1635G になります。いやー、やっぱりね、この広角具合どうですか？めちゃくちゃ広くて撮ってて気持ちがいいです。そうそう、それからこれ車が愛車の車ランなんですけど、いよいよ明日でお別れになりました。まあ、新しい車が三菱のアウトランダーの PHEV なんですが、明日の午後から納車になりました。というわけで、この車が下取りに出るので、ちょうど車入れ替えという形になるんですが、明日の午後に手放すことになりました。
約10年間乗った車っていうことで、多分今まで所有してきた車の中で一番長いんじゃないかな。あ、でもジルも10年ぐらい乗ったか。ジルを買った年に買ったのかな。なので、まあジルに比べると、若干長く乗ったということで、今まで所有してきた車の中で一番長く乗った車ですね。まあ、本当にいろいろとこう活躍してくれました。いや、まあ名残は惜しいんですけど、まあただ、次の車両もすごくこう楽しみにしているので、非常に複雑な気分です。まあ、こんな感じで、3列シートで真ん中3人、後ろ2名で、かなりね、こう横幅が広い車だったんで、ゆったりと7人がこう乗車できる、本当にね、いいサイズの車でした。まあ、本当に、手放すのは名残惜しいですが、次の車も非常に楽しみなので、まあ、前向いていくしかないですね。はい、というわけで、ちょっともう喉乾いたので、いつものマックでお茶してきます。手ブレ補正を今これアクティブオンにしています。なので1割ほど多分クロップされてるかと思います。これぐらい超広角だったらね、手ブレも結構気にならないんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。店内めっちゃ涼しいです。お客さんが誰一人いない。マックシェイクのカルビスまだやってますね。シェイクにします。それではいただきます。夏の飲み物。うまい。お客さんが誰もいないので取り放題です。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。うわ、やばい、暑い。いやー、本当でもいい車でした。まあ今日乗るのが多分最後になるかと思うので、しっかり最後、名残惜しみながら乗りたいと思います。現在時刻が18時前になりました。いやー、キャンピングカーなんか相変わらず暑いです。今、室温が39度ですね。もう汗が吹き出してきてる状態です。はい。で、今日最後に、これ、Amazon からまあ届いた商品なんですけど、これ最後開封、紹介やって終わろうかと思います。もう暑いのでさっさとやっちゃいます。はい。で、今回購入したものですが、こいつになります。じゃーん。って言ってもちょっとわかんないですね。これです。こんなリング。袋から出してみるとこんな感じのリングになります。で、これ何かというと、こいつですね。先日、また購入した、リコーの GR3。GR3 の取り付けするここのリングですね。まあ、化粧のリングになります。このリングね、簡単に取り外しできるようになってて、これまあ純正の黒のリングなんですけど、あ、今回購入したのは、純正の、別売りのリングではなくて、社外品になります。これ向きがどうかな？こうか。はい、こんな感じで。まあ、これ交換したからって言って、機能がどうこうという問題じゃないんですけど、こう見た感じがね、こうちょっとおしゃれになるというか、自分好みになるというか、まあそういったアイテムになります。まあ、化粧リングですね。で、色はいろいろとこう出てるんですけど、まあ純正品でも何種類か出てるし、あと社外品でもね、何社からが、何色か色出ています。で、今までは結構ブルー系の色使うことがあったんですけど、今回はちょっとシックに、こう、なんて言ったらいいのかな、こうグレー系の色にしてみました。どうですか？おしゃれじゃないでしょうか。あと、これもちょっと開封やっちゃったんですけど、これ、まあいつもと同じように、液晶面に保護フィルム貼ってます。もう貼り付け完了してます。で、今回ですが、こんな感じで、GR3に、サムグリップですね。サムグリップ装着したりだとか、あと、まあ、ハンドストラップですね。ストラップ装着したり、まあ、保護フィルム貼ったり、まあ、こういった化粧のリング、装着して、今後楽しんでいきたいなと思います。いや、もう汗びっしょりだわ。はい。というわけで、本日、動画以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、いよいよ、明日は、新しい車、アウトランダー PHEV の納車です。めちゃめちゃ楽しみです。それではまた。